実はですね、ハードロックとかをかけてもテストステロンがむしろ下がるっていうような研究もあります。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はトレーニングの効果を最大限に引き上げるルーティンについてお話ししたいと思います。まずこれはいつも言ってることなんですけれども、トレーニング中の血中アミノ酸濃度を最大限に高める、これが大事になってきます。なぜアミノ酸濃度を高めなければいけないのかと言いますと、血中アミノ酸濃度が低い状態でトレーニングしてしまいますと、他の筋肉が分解されちゃうんですね。どういうことかと言いますと、例えばバーベルカールやります。そうすると二頭筋の筋肉の合成が高まります。二頭筋の筋肉を合成するためにアミノ酸が必要になります。でもこの時血中アミノ酸濃度が低いと、他の筋肉を分解して二頭筋に持っていこうとしちゃうんですね。となると腕のトレーニングしてるのに足の筋肉が減っちゃったみたいなことになってしまうんです。これでは意味がない。ですのでまず血中アミノ酸濃度をある程度高めておく必要があります。そしてアミノ酸濃度が普通より高いとアナボリック状態になります。つまり全身が筋肉を増やそうというような流れになってくるんですね。ですのでまずは筋肉の分解を防ぐため、そしてアナボリック状態に持っていくため、この2つの狙いのためにアミノ酸濃度を引き上げていく必要があるわけです。じゃあどうすれば血中アミノ酸濃度トレーニング中に最大限にできるのかなんですけれども、まずはトレーニングの前にしっかりと高タンパクの食事をするようにしておいてください。まあ、大体2時間前ぐらいに高タンパクの食事をしておくと血中アミノ酸濃度緩やかに高まってきます。でそこからさらに上乗せします。どうするかと言いますと、68分前というようなのが研究で示されていることなんですけれども、そんなに厳密に考えなくていいです。1時間前、1時間15分前ぐらいにホエイプロテインを飲んでください。そうするとホエイプロテインがそれぐらい1時間ちょっとすると血中濃度が最大になってきます。ですのでまず食事でベースのアミノ酸濃度を高める、そしてさらにホエイプロテインで濃度を高めておくわけです。そしてさらにダメ押し、トレーニング中に EAA のドリンクを飲んでください。 EAA でさらにアミノ酸濃度急激に引き上げることができます。ただし EAA 一気に飲んでしまいますとちょっと下痢しちゃうので、これはセットごとにちょこちょこ飲むというような感じでいいです。それぐらいだと、食事とプロテインで上がったところにさらにアミノ酸がぐんぐん上げていくという感じになりますし、胃もたれもしない、下痢もしないという感じになります。セットごとに EAA をワークアウトドリンクとして飲む、この3つを重ねかけすることで血中アミノ酸濃度トレーニング中に最大限にすることができます。そして次、トレーニング終わってからのグルタミン、これを忘れないようにしてください。トレーニングが終わってからという時は筋肉の分解がとても進んでるんです。トレーニングというのは筋肉にストレスになります。ですので筋肉の合成も起こるんですけれども、分解も起こっている状態になります。ですのでトレーニング直後というのは合成と分解両方起こっているんですけれども、実はトレーニング直後分解の方が強くなってます。ですのでいかにそれを抑えるかとなりますと、グルタミンの摂取ということになります。トレーニングが終わってからすぐにグルタミンをできれば 10g 以上飲んでください。 10g で下痢しちゃうって人は 5g でもいいんですけれども、それぐらいのグルタミンを摂ることによって筋肉の分解を防ぐことができます。そしてグルタミンを飲んでちょっとしてからまたホエイプロテインを飲む。そうすると血中アミノ酸濃度が高い状態で筋肉の合成を保つことができるということになります。トレーニングが終わってすぐプロテイン飲む人もいるんですけれども、トレーニング直後というのは胃腸に血液がいってません。まだ筋肉に血液が残ってます。ですのでうまく消化できないんですね。ですからトレーニング直後はグルタミン、グルタミンは消化の必要がありませんので胃腸の負担がないです。グルタミン飲んで15分20分ぐらいしてからプロテインを飲むようにすると血液が胃腸に戻ってきてうまく消化できるということになります。そしてトレーニングが終わって、グルタミン飲んでプロテイン飲んでその後の食事、これがとても大事になってきます。筋肉を回復させるためには筋肉のグリコーゲンをしっかりと回復させる必要があります。ですのでトレーニング後の食事としてはタンパク質も十分必要なんですけれども、糖質もできれば取るようにした方がいいです。ここでグリコーゲンを回復させる
まあ、もちろんトレーニング中のドリンクにも糖質、例えばマルトデキストリンのドリンクなんかを飲みながらやるというのもいいんですけれども、トレーニング中にマルトデキストリンと EA の入ったドリンクを飲みながらトレーニング中のエネルギーをキープする、そして終わってからの食事で糖質をしっかりとってグリコーゲンを回復させるというようにします。ですのでトレーニング後の食事としては糖質とタンパク質をしっかり含んだものを食べるようにするというように考えてください。そしてトレーニングそのものの効率を高めるということになりますと、ここでですねちょっとお話ししておきたいのが BGM があると結構ですね、ハードロックとかかけると気分が上がってきて上がるんじゃないかというような人結構多いんですけれども、実はですねハードロックとかをかけてもテストステロンがむしろ下がるっていうような研究もあります。どういうことかと言いますと、自分の好きな音楽をかけてしまうっていうのが本当はいけないんですね。好きな音楽をかけてしまうとそっちの方に意識がいっちゃうんです。好きな音楽に意識がいくと脳の方の共感性が高まります。共感性というのは、まあ、仲間とうまくやっていこうみたいな感じなんですね。でもテストステロンというのは実は独立して自分一人でうまくやっていこうみたいなホルモンです。ですので音楽を聴いていい感じになって共感性が高まるとむしろテストステロン下がってしまうこともあるんです。まあ、私の場合で言うとクラシックが好きなのでクラシックを聴くと一気におそらくテストステロンが下がっちゃうんじゃないかなというようなのが自分でもわかるんですけれども、本当にリラックスモードになって副交感神経の方が優位になっちゃうとなるとあんまりアドレナリン出ないんですね。これはハードロックが好きな人がハードロックを聴いていても同じこと起こります。リラックスモードになっちゃう、好きな音楽を聴くことで上がるんじゃなくてむしろリラックスしてしまうということで、 BGM としてはあまり自分の好きな音楽はかけない方がおそらくいいのではないか。まあ、私の場合はですね完全に無音でやってその方がむしろトレーニング集中できるんですけれども、まあ、BGM をガンガンかけながらやっている人は一回無音にしてやるとむしろ集中できていいのではないかなと思います。そしてトレーニングが終わってからのケアも大事になってきます。いかに体を回復させるかということがポイントになってくるわけですけれども、よくお勧めしているのはエプソムソルト浴ですね。硫酸マグネシウム、筋肉を収縮させるときはカルシウムが必要になるんですけれども、筋肉をリラックス回復させるときにはマグネシウムが必要になってきます。もちろんマグネシウムのサプリメントを取ったり、マグネシウムを多く含む食事、バナナとか海藻類とかを食べるっていうのも大事なんですけれども、皮膚からも吸収されることが分かっています。ですのでマグネシウムの入った入浴剤ですね、エプソムソルトですとか、あと最近では塩化マグネシウムの入浴剤もあったりしますので、そういうものにゆっくりと浸かるのもリラックスモードになっていいかと思います。まあ、マグネシウム、睡眠を深くしてくれる作用もありますので、トレーニングで結構アドレナリンが出ている時にエプソムソルトでの半身浴をやると副交感神経が優位になって回復が促進される、睡眠も深くなるということになりますので、ぜひケアにはエプソムソルト、マグネシウムの半身浴をお勧めしたいところとなっております。まあ、他にストレッチもかなり大事なんですね。寝る前にストレッチやることで結構リラックスできたりしますから、全身を全部ストレッチするのは結構大変かもしれませんけれども、特に体が硬いところを重点的にやったり、その日にトレーニングしたところをストレッチするというのも大事なことです。まあ、ずっとストレッチしないままで硬いままでやっていくと可動域も狭くなってトレーニングの効果も落ちてしまいますので、少なくとも自分にとって硬いところ、トレーニングをした場所、その2つはしっかりと伸ばすようにしてから寝るようにするといいかもしれません。今回はトレーニングの効果を上げるためのルーティンについて解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。